ろしくお願いいたします。そうですね。まあ、まず、感想、もう本当率直に感想としては、リーグが短いっていうのをすごい感じてて、まあ、僕ら4月の末ぐらいから開幕して、9月の末にはもう試合が終わっちゃうので、すごい短いなっていうのが、まあ、第一印象ですね。は、東北リーグ、あんまりもう3年前の話なんで、あんまりちょっと、自分覚えてないんですけど、まあそうですね。まあまず、やっぱり、東北リーグの時は、県外に出ることが多かったんで、東北なんで、っていうのもあったんですけど、やっぱり北海道は、まあ、北海道内で、まあ、チームがあって、で、いろんなところに移動するんですけど、やっぱり北海道やっぱ大きいので、移動がすごいかかるんですよね。で、やっぱり東北リーグとかでも、まあ、遠くて、まあ、福島から青森とか、まあ、秋田っていうところで、まあ、高速使って多分4、5時間とかなんですけど、まあ、こっちは道内、北海道内なんですけど、やっぱり4、5時間、アウェイだと基本的にはもう4、5時間確実にかかるっていうので、やっぱりその辺の、まあ、移動の大変さだったりとか、まあ、そういうところはすごい感じましたね。バスで、まあ、その日に、その試合当日に移動するときもありますし、まあ、相手によっては、まあ、前泊するときもあります。ね、まあ、僕ら、まあ、ライバルチームの B トップが今年、まあ、できて、で、そうですね、B トップとのアウェイの試合は、前泊で行きました。は、やっぱり、まあ、多分、J 落ちの選手だったり、JFL、から降りてきた選手がやっぱ多いので、まあ、やはり個はすごい強いなっていうのはすごい感じてて、まあ、だから僕らスカイアースはやっぱりチームとして組織として、まあ、やっていこうっていうところで、まあ、やってたんですけど、まあ、そこを崩してくるほどの、まあ、打開できる個があるっていうのは、まあ、やはりすごいなと思ったし、まあ、先ほど言われてたその前者も結果的には準優勝してますんで、まあ、やっぱり強いなっていう印象ですね。まあ多分、まあでもまあ、わかんないんですけど、どう見られてるかわかんないですけど、本当に多分僕らスカイアースってやっぱ組織としてすごい、まあ、なんて言うんだろうな。まあすごい組織としてはすごい強いと思うんですけど、まあ先ほども言ってたやっぱり個のところは、まあ、ちょっと差があるなっていうのは、まあ自分は後ろから見ててちょっと感じてましたし、まあやっぱり一人で打開できる選手が、まあ多分スカイアースには、まあまだちょっと少ないなっていうのは僕は感じてて、まあそこを、まあだから組織で頑張ってる分、まあ相手にちょっと、なんて言うんだろうな、まあスカウティングとかされた時に、そこを個で打開できる選手が、まあいるかいないかでは、まあ、相当変わってくるのかなっていうのは自分の中で今年2回やって思いましたね。その まあ、なんていうんだろうな。まあ、やっぱり僕ら、その、先ほどからもずっと言ってますけど、その組織のトレーニングがすごい多いんですよね。なんで、まあ、もう本当、まあ、単純な練習って言ったらあれですけど、まあ、やっぱり対人の部分だったりとか、まあ、そういうところはなんかすごい少ないなって感じてたんで、まあ、やっぱそういうところでも本当に戦術の前に、まあ、目の前の相手に負けてたら本当に意味ないと思うんで、サッカーは。で、まあそこの、まあなんて言うんだろうな、まあ競争心だったりとか、まあ激しい、まあボールのデュエルだったり、やっぱそういうところがちょっと弱いのかなと思うんで、まあそういうところが伸びていけば、まあすごい強いチームになるんじゃないかなと思ってます。まあちょっとあんまり内部のこと自分も分かってはないんですけど、まあやっぱり今年1年、まあスカイアースでプレーさせてもらって、まあ、なんか他のチームがどうとかもあんまり自分は、まあ選手なんであんまり分かってはないんですけど、まあ、なんて言うんだろう。その十勝、帯広市ってすごい広くて、で、スカイアースもすごい応援されてて、
で、土地とかもすごいあるんですよね、北海道ならではの。で、まあ、試合とかもまあ約1000人、まあ、1000人今年行かなかったですけど、700人弱とか、まあ、来てくださってて、なんかすごい可能性はあるなってすごい感じてて、まあ、もうちょっとその、まあ、スポンサーさんだったりとか、まあ、その集客の部分を、まあ、もうちょっとそのクラブとして、まあ、もうちょっと頑張ることができれば、まあ、もっとスカイアースの価値が上がっていくし、まあ、注目されるだろうなっていうのはすごい思ってて、で僕個人でもまあ YouTube スカイアースのっていうか、まあ個人でやってるんですけど、 YouTube でスカイアースをこう発信したりだとか、まあ、いろんなことを、まあ、ポスターを自分で配りに行ったりとか、まあ、そういうことをやらせてもらってて、まあ、そういう選手が増えたりだったりとか、まあ、フロントスタッフのまあ人がまあスポンサーをまあこう引っ張ってくるだとか、まあ、そういうのがまあ今年1年でもやっぱなんか少ないのかなっていうのは、まあ、いわき FC にいて、まあ、いわき FC はなんかすごいそういうところに力を入れてたのをちょっとまあ見てきたんで、まあ、そういうところがまあちょっとスカイアースは弱いのかなっていうのを感じたんで、まあ、そういうところをまあ底上げしていければいいんじゃないかなっていうのは思います。なんか元々は個人自分のチャンネルにしようと思ってたんですよ、まあ、今も自分のチャンネルでやってるんですけど、もう本当に自分しか映さない感じでやろうと思ってたんですけど、まあスカイアースに来て、まあこう地域にこう密着してる地域、まあ地域にすごい根付いてるチームであったんで、まあそこはいわき FC とすごい似てるなと思って、でもただそのまあ地域の方が応援してくれてるっていうのがちょっと少ないなっていうのを感じたんで、まあ、やっぱ発信していかないといけないって自分の中でなって今の YouTube をやってるんですけど、まあこれから、まあそうですね、まあなんか自分の中では、まあ、やっぱりチャンネルの方向性っていうのが、まあそのサッカーやってる子どもたちに対してなのか、それともこう大人の方で、まあファンサポーターの方なのかっていうので、すごい多分チャンネルの方向性が変わってくるっていうか、まあ子どもたちだったら、まあちょっと自分がふざけてるところをまあちょっと見たかったりとか、でも大人の方は多分真面目に語ってるところが多分見たかったりすると思うんで、まあその辺まあちょっといろいろ難しくて今いろいろ考えてるんですけど、まあ今チャンネル登録者数も600ちょっととかなんで、まあ1000人いったぐらいではまあちょっと方向性をまた変えて、まあやっていけたらいいかなとは思ってます。そうですね、一応チームとしてポスター配りとビラ配り、まあチラシですねを、まあ強制じゃないんですけど、まあ来れる選手は来てくださいみたいな感じで、年で何回やったのかな、まあ、4、5回やったんですよね。でそのチラシ配りはこう試合の1週間前に、まあ、試合の前の週に、まあ、配りに行くっていうのをやってて、でそれに関してが、まあ、4、5回やって、でそれはもう全部自分で行って、まあ、できるだけこう認知してもらうように声をかけて渡して試合見に来てくださいっていうのをやって、でポスター配りは、まあ、なんていうんだろう、チームではやってないんですよね。それこそフロントの方々が、まあ、いろんなお店とかに行って貼ってもらったりしてるんですけど、まあ、そこがなんか自分の中で一番大事かなって思ってて、そのフロントスタッフの方々がやってくれてるところを、まあ、選手がやってると、まあなんて言うんだろうな、やっぱサッカーチームはやっぱ選手って、まあ、大事だと思うんで、まあ、実際プレーするのは僕らなんで、まあ、まず自分を認知してもらって、で、そこからスカイアースを知ってもらうっていうふうに、まあ、するのが一番いいのかなと思って、まあ、ポスター配りはもう、本当に、もう自分、多分自分だけ、まあ、自分だけではないと思うんですけど、もうそこはもう、個人的にいろんなお店だったりとか行ったりして、まあ、いろんなとこに貼らせてもらってっていうところは、やりましたね。いわきの時は、もう、やろう、まあ、まず そもそもやろうと思ってなかったんですけど、もういろんなところに貼っ
ってあるんですよね、もういわき市自体に。まあ、なのでそこは多分フロントスタッフの方々がもういろんなところに行ってもう貼ってある状態だったんで、まあ、そういうの思わなかったんですけど、まあ、スカイアースに来て、まあ、そういういわきで培ってきたことを、まあ、サッカーだけじゃなくて、まあ、自分が見てきたものをちょっとでもこう還元できたらいいなと思って、まあ、今年1年ちょっといろいろやってみようっていうのはありました。ポスターもその5人選手が写ってて、でその下にまあ試合の日程が書いてあるみたいな感じなんですけど、まあ、僕はまあ自分が写ってるポスターをこう持っていくんですけど、まあ、僕結構目立ちたがり屋なんで、全然もう貼ってください貼ってくださいみたいな感じでやってました。喜ばれるというか、まあびっくりですよね。僕一応身長190あるんで、でこの見た目なんで、でまず最初に絶対バスケットやってるんですかって聞かれて、でサッカーですってなって、でもサッカーですって言ったら大体その十勝の方ってアスカイアスみたいな感じで聞かれるんで、あそうですで、まあ、一応知ってはいられるんですけど、まあ、やっぱりまだ試合に見に、あ試合を見に来るまではまだなってないんで、まあ、そこはちょっと仲良くなっていろいろ喋って、まあちょっとファンを増やしていこうかなっていう考えでやってました。そうですね、スタンドとかほぼないないですね。まあ、環境としてはすごい見づらいかもしれないんですけど、まあそれでも来てもらえるっていうのはすごい嬉しいです。本当力になりますね。まあやっぱりサッカー選手なんで、やっぱり観客がいるいないとではもう全然多分やる気とかも変わってくると思いますし、まあ、その例えばゴール入った時の歓声とかシュート止めた時の歓声が、まあ、自分のパワーアップにさらになるんで、まあ、それはすごい生で見に来てくれるっていうことはすごい嬉しいです。